はい、どうも皆さん、こんにちは。本日も、ストーリーズ2やっていきましょうか。で、今から、オーマディアブロスに挑戦しようとしてるところなんですが、いやー、どうなんだろう、オーマディアブロス、強いのかな？まあ、確実に強いとは思うんだけど、最初さ、テクニックかな？パワーではないよな。多分スピードがテクニックだと思うんだけど、どうなんだろう。どうしようか。ちょっとテクニックにしようか。また一旦不意打ちして、でプケプケに変えようか。ちょっと孫作戦でいきましょう。さあ行こうぜ、オーマディアブロス。そしてもし初見さんいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもストーリーズ2の動画、そしてモンスターハンターライズの動画、両方とも見ていただければ幸いです。ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、そういったところでやっていきましょうか。ではまずゴリ押しで OK かな。ゴリ押しでいきましょう。さあ、正面向いたね。ってことで、どうする？様子見でいっかな。テクニック。考えものやな。で、斬撃が効くので、このままで OK か。で、角かな？これは。スピード攻撃。OK。なるほどね。了解しました。で、ナルが下げるか。うわー！やっば！火力。切れてもないのにほぼワンパンじゃん。危なすぎやろ。こっちもさ、そんなに弱くないはずなんだけど。これは厳しいな。じゃ、プケプケ変えて。で、テクニックやな、これは。しかねえよな。で、ダブルアクションで。で、これで真っ向勝負に勝利していくと。しっかりと真っ向勝負に勝っていきましょう。じゃないと。多分結構ギリギリな戦いやな。で、毒がでかい、これ。このタイミング。で、オトモンで、これはゴリ押しか？ゴリ押しだな。テクニック、テクニック。これなんだ？あ！これは、チャンスタイムもしかして。オート爆弾持ってるよな。これは、逆に、おお、毒のダメージ入るのか。いいね。ってことで、オート爆弾投げるか。多分これ効くよな。効かないってことないよね、オーマ。ああ、オッケーオッケーオッケー。あ、むしろオーマ、まだかもかもしれないな。二つなティガと二つなのナルがエグかったからね。まだチャンスタイムあるだけマシか。では、この隙にゴリ押そう。このタイムでゴリ押さないと攻撃力が半端ないから、ガチでこれワンパンじゃねえか、中途半端だと。危ないな。体力満タンじゃないときついっすね。で、これテクニックで大丈夫？まだ切れてないよな。テクニックで大丈夫だよな。大丈夫？これ。OK、OK、OK。大丈夫。で、ダブルアクションで反撃も受けないと。いいね。いいよ、いいよ。で、怒り出した。で、パワー型じゃないかなと思うんだけど、どうすかね。わからん。テクニックではないと思うんだよね。で、これさ、わかんねえんだよな、初見だとマジで。マジでわかんねえんだよな。あー、けど、ナルガちゃんが結構痛いのか。そっか、ライドオンする？ライドオンするか、受け流すか。ライドオンする？どうするこれ。一旦ライドオンするか。で、多分、シュバルもライドオンできんじゃないの。どうするこれ。とりあえず俺が、まずはオーマに攻撃しよう。パワーチャージか。オッケー、なるほどね。いいね、いいね、いいね。毒が地味にでかい。そして、ここからどう立ち回るか。多分パワーチャージじゃないかな。多分その可能性高いですね。で、まあ普通に通常の攻撃でこれはいいかな。多分通常でいいと思う。さあ、これで攻撃していこう。さあ、どうだ。うん。うん。いいね。まだ攻撃らしい攻撃は食らってない、オーマの。で、多分これ切れてないので、テクニックテクニックで。
いけんじゃね？オッケー、いいね。しっかりと考えて戦えば、どうにかなる。で、毒状態、これでかい。いや、毒でかいな。で、オトモンで、パワー攻撃じゃなくて、なんかベノムショットでいいんじゃないかな。で、今度腹。で、俺はテクニック。多分これでいいんじゃないか。おーし、読み通りと。いいね。今のところは優勢。今のところは優勢よ。で、これまた真っ向勝負じゃないの？なんか運がいいせいか、意外に戦えてるな。もっと苦戦すると思ったんだけど、今のところは順調。けど攻撃力はマジで半端ねえからな。さあどうだ？オッケー。ダブルアクション。で、これでライドオンできるね。だからライドオンはこのタイミングでするのはあまりよろしくない。なので、ここは普通に殴るだけでいいか。殴るだけでいいんじゃないかなと思う。どんぐらい食らう？あー！ちょっと待って！また潜るんだ。え、音爆弾でまだチャンスタイムやん。ティガの時と違ってあんま苦戦しないな。で、音爆弾。え、オーマってさ、クソ強いっていう印象があったんだけど、本家でモンスターハンターやってたから。ストーリーズではしっかりと戦えばそうでもないんか。だけど下手しい、全滅するよな。攻撃力クソ高いから。単純にうまく戦えてるだけか。油断してたらすぐやられる。ので、ちょ、殴ってくか。殴って、殴って、殴ってくと。お、力比べいいね。で、ここで、オーマーしっかりと、ダメージ与えていくと。で、怒り状態か。で、ライドオンできるよな、これ。ライドオンするか、これ。ライドオンでいいか。で、怒ったので、ライドオンで、で、すぐに、もう、攻撃でいいよな。グラウンドダイブか。あ！これ、どうなん？あ、食らうんだ。おお、グラウンドダイブっていう技、めちゃくちゃチャンスタイムなんだけど。え、これ怒ってる？もう怒り解除されてる？これ。なんかされてるように見えるんだけど。ああ、されてるよね。おお、つえ！え、待って、めちゃくちゃ調子いいな、今日。おお。え、まだ死なないんだ。いやー、本当に二つのモンスター体力すげえな。で、怒りました。で、こちらライドオンできません。ですので、ここはまあ普通に攻撃できるか。どうしよっかな。さっきスピード攻撃だったから多分パワーになってると思うんすよね。パワーになってるんで多分スピードの方がいいのかな。どうなんすかね。スピードで、俺スピードでいくか。あれ？あらららら、マジ？え、潜りすぎじゃない？穴を掘りすぎやろ。音爆弾使わなかったらかなり苦戦するけど、音爆弾持ってるからな。あー、マジで？うわ、やっぱ、2？ え、ガチでさ、あとレベル1低かったらワンパンだったんだけど、えげつないな。これはやばい。いやー、ほんとに運が良かっただけなんだな、今まで。え、てか、グレートで間に合わないんだけど、多分これ。回復間に合わないよな。怒ってるよね。ってことは怒ってるんであれば、入れ替えで、あー、どうしようかな。ドスランポス。ま、一回死んでもいいか。どうしよう。やばいな、テクニックは使ったから。けどテクニックにならないよな、多分。どうなんだろう。普通に考えたらパワーだと思うんだよな。俺はパワーが来ると思う。来なかったら負け、俺の。オッケー、来た！ 247。
いいね、これでかい。今さにスランポスパーティーに入れてるってのが面白いな。名残で入れとるわ。いいね。で、多分これドスランポス、一回でも、かすったら死ぬからな。これ、一応保険として入れ替えるべきか。まあ、続行でもいいか。もうじき死、あー、なにこれ。なんか新しい技を振ってこようとしてる。なんじゃなんじゃ？うわ、やっぱ、えげつない、強っ。嘘。強すぎへん。たまたま俺うまくいってただけか。え、待てよ、考えろ。考えろ。冷静に考えろ。一つ選択ミスったら俺の負けだ、これ。怒ってない。ってことは、プケプケにしよう。やばいぞ、プケプケ。お前、死んだら、かすったら、俺の負けだからな。頼むぞ、テクニック。合ってるよな。みんな大丈夫だよな、これ。絆技もあるな。これでいけるはず。そっちが先か。そっち先や。あと、回復の方が良かったか。待てよ。これは、回復、いやー、怖っ。怖すぎる。だから、陰性の飛躍を、シュバルが使ってくれるから、プケプケに。多分大丈夫なはず。だから、レイヤーも危ないな。けど、向こうハート3つあるから大丈夫やろ。いやー、きつい戦いが続いている。ギリギリだな、本当に。オーマ強い。毒状態でかい。ナイス。で、ライドオンは切れた時用に残しておきたい。ですので、テクニックテクニックでいいんじゃん、まだ。だよな、これ。オーケーオーケーオーケー。これ大丈夫だよ。おー、227。いいね。ライドオンはまだ早い。ってことで、俺はとりあえず、あれだな。一発はプケプケ耐えてくれるはずなので、回復やな。これでいこう。わー、危ねー。てかさ、このチャンスタイムなかったらマジで強いわ、このモンスター。チャンスタイムありがとう。いや、結構長期戦になってるね。24ターンか。接戦やな、これ。いや、一つ選択ミスるだけで負けてしまう。結構ギリギリな戦いよ。このギリギリな戦いがめっちゃ面白い。白熱してるな、音爆弾。さあ。OK。いけいけいけ。いけいけいけ。体力これいくらぐらいあるんだろう。わからんな。ライドオンは残したままやろ。ってことで、テクニック。押す？スキル使うか？いや、このままでいいね。よし、このままで行きましょう。さあ、行け行け行け。どうだ？オッケー、毒球でっかい、これは。で、切れる？切れる？切れる？切れないか。じゃあ、俺は。どうでしょう？でもライドオンしてるから、まあ、どちらにせよ、何やっても同じか。何やっても同じやな。さあ、どう？オーケー！危なー！結構どころがだいぶ危なかった。チャンスタイムがあるおかげで勝てたわ。6500経験値。いやー、きつかった。ということで今日の動画はこの辺りで終わっていきます。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくモンハンをやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないと思うので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。